さあここからはスーパースターのトライアル戦が始まります。開催2日目です。今回はトライアル計8戦行われます。一戦一戦が SG の優勝戦並みの緊張感です。オープン戦です。最内が木村武史、原井啓太、中村雅人、岩崎良一、松尾博文、藤岡和樹、永井大輔、若井智和です。メンバーにやや偏りが出ました。この11レースには地元の川口勢が3名、そして山陽勢も3名と全員集合の形になっています。一番人気は浜松からはここは1人木村武史、勝負がかかります。そして3番の中村、初戦は3着で6ポイント人気対抗。そして昨日の動きが本物なのか、永井大輔3番人気発走でございます。さあ注目のスタートです。3秒を切りました。11レースのトライアルスタートしました。一発で決まった。さあ誰が行く。新井啓太が今日もスタートを決めた。素晴らしい心臓をしています。2番の新井啓太がトップスタート。しかし中村の前輪がもうかかってきた。さあ中村が勝負どころは逃さないのか。あー危ない。なんとなんと中村が落車してしまいました。大きな大きな波乱がいきなり序盤戦に待っていました。なんと中村雅人落車しています。2番の新井啓太後方に下がってしまいました。先頭4番の岩崎良一に変わっています。1番の木村が2番手、3番手には8番の若井智和、地元の若井が3番手上がった。さあ各選手の目の色が変わってまいりました。5番の松尾が走タイム28を出して現在4番手。若井のインコースから松尾が入ってまいりました。そして前の体勢は岩崎を捉えて1番の木村、木村が先頭に浮上。2番手4番の岩崎良一、3番手が5番の松尾。さあ松尾の28のパワーがここから炸裂となるか。現在は3番手です。その後離れて8番の若井が4番手となりました。2番の新井啓太は序盤戦がたたって現在は中段の位置。そして長いですが気配は一息、現在後方です。6番手を走っています。最後方の7番手が6番の藤岡となりました。3番の中村は序盤戦で落車しています。1番の木村武史が先頭主導権がっちり、4番の岩崎、そして5番の松尾と山陽勢が現在は2番手争いという状況になっています。木村は初戦が大敗7着でした。勝負がかかっている一戦、展開もありましたけれども先頭ダッシュしています。4番の岩崎2番手、そこに松尾が襲いかかってまいりました。2番手争いはほぼ同体か。終盤戦の残りは2周回、岩崎良一2番手キープになるでしょうか。現在ポイント4点、3番手が5番の松尾、ポイントは5点という状況になっているこの山陽勢2人がさあ2、3番手から1番の木村にじわじわと差を締めてきている。残り1周回ブルーフラッグ。そして気づけば2番の新井啓太が後方から巻き返して4番手前に迫ってきました。しかし残りはもう半周しかありません。1番の木村が先頭だ。どうやらポイント挽回になったか。4番の岩崎2番手、最後内をすくって5番の松尾ですがわずかに届かないか。木村武史2走目にしてもう勝負がかかってきました。1番の木村武史が見事にトップでゴールを駆け抜けました。2番手が岩崎良一、3番手松尾博文。しかしこのレースは序盤戦で3番の中村雅人がまさかの落車となっています。では1着になりました木村武史選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、アクシデントはありましたけれども早め先頭を押し切りました。レース振り返っていかがですか。ちょっとスタート出てから浮かして自分にはちょっと嫌な展開になっちゃったんですけど、自己レースもあってねちょっと複雑なんですけど、1着それてほっとしてます。朝練後シリンダーピストン変えました。エンジンどうなってましたか。とりあえず回転の上がりも良くなってだいぶ乗りやすくなりましたね。スタートの感じ改めて。スタートは朝練がものすごい良かったんでそれをイメージして切ったつもりだったんですけど、出た後にちょっと浮いちゃいましたね。では明日に向けて意気込みを一言聞かせてください。はい、無事1着取れたんで、明日も1着目指して一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。